ボンゴフレンディはマツダがかつて発売していたミニバンである。社名が長いので通称フレンディと呼ばれることが多い。発売当初の CM には人気タレントだった島田晋介や唐沢俊明を起用していた。全軸を前進させクラッシャブルゾーンを確保したため、外見上はセミキャブオーバーであるが、エンジン搭載位置は運転席下のため構造的にはキャブオーバーである。 エンジンは4気筒 2000cc のガソリンエンジン、または 2500cc のディーゼルエンジンである。かつては V 型6気筒 2500cc モデルもあったが廃止された。また、ディーゼルエンジンは自動車排出ガス規制に適合しないため、規制地域では登録ができない。プラットフォームは松大ス G プラットフォームを用いている。後輪駆動を基本とする車型であるため、 前述のエンジン位置とも合わせ、キャブオーバー FR となる。初期型には、3列目シートの部分を一部使用変更し、ギャレーなどを標準装備した、RF、V キャンパーというグレードが存在した。このグレードは、特殊用途の車両に該当するため、8ナンバーが適用された。オートフリートップ展開時この車の最大の特徴は、ルーフ部分が電動で持ち上がる、大胸部バスト性の、 オートフリートップ、英語表記オートフリートップの採用である。展開させると、キャンピングカーのポップアップ式テント同様、新たな部屋が出現する。二階席の広さは、身長の低い子供であれば、中で立つことができ、大人二人の就寝スペースにも十分なものとなっている。床はクッション式で、テントの窓には虫よけ毛も備わる。テント部分との証拠は、1。 二列目シート間天井のアクセスホールで行う。オートフリートップウーアツラにはサンルーフが存在したが安全性の面で固定式だった。アフトを開いている場合はテント内部閉じている場合は車内の明かり取りとしても機能する。この他、就寝時などアクセスホールが使えない時のため飲み物などの受け渡しに使える小窓も用意されるなどその使い勝手には抜かりがなく。 その特徴から当時はアウトドア派のユーザーに高い人気があった。5ナンバーサイズの車体であるが、アフト装備車は全高が5ナンバーサイズの上限である2メートルを超えるため、全長や排気量に関わらず3ナンバーとなる。アフトは前者に装備されていたわけではなく、通常ルーフのグレードも設定されていた。その場合、通常のスライド式3ルーフが選べる。 類似の機構を持つ他社メーカーの車の例として、ホンダステップワゴン、ホンダオデッセイにフィールドデッキというグレードが存在していた。フリーダ中期型オートフリートップ装備車、フリーダ後期型オートフリートップ装備車、フリーダ中期型フリーダは、ホードモーターがオートラマで販売していたセミキャブオーバー、型ミニバンである。ボンゴフレンディと姉妹車であり、スペクトロンの後継者である。 ありがとうございます。